その読まれたりこう噛み合わないとね、その隙を晒してしまうという動きを、まあ、うまく、まあ、決めていった、そういうのレムでした。さあセカンドステージでは短期決戦、岬でうまくポイントを稼いできたこの水葉のキャミーが代わって中堅での登場。そしてやってきたのはここで決めるとそう言い張ってきたこのリーダー帝王ネモの登場です。さあ開幕の動き、ラッシュ投げる、いきなり読み合い回していくのがネモ、ラッシュからチューガンガン攻めるような動き見せるのはネモ。さあこうフィント、さあ OD 設置、ヒットしている、ここが拾った、相当にリードを広げました、もう体力気づけばかなり少ないミザーのキャミーです。マリカ打っていく、バーンも狙いに行く、うわー、ショート5番やる、判定がね、他のキャラより高い、そうですね、ところが、うわー、ただこれはバーンをしてるぞ、まだわからないぞ、あ、1、いや、対策バッチリ、クーリガイの対策もしっかりしている。でも着地ストライド中継から繋いでいった、着地を捉えたな。でもしかもコンボ選択よく早い展開の中でね、しっかりチェルノボーグ SH つなぐっていうところまで考えてましたよね。あとは要所上から来るフーリガンにタッチジャックパンチやしゃがみジャックパンチの対応早めから見せています。さあここはそれよく見えていたがジャンプを噛み合わせたみたい、隙間やで大きい技です。上にストライクうまい。さあ四隅、さらに上、足元ストライク、有利な時間を続けていく打撃。ミザーのキャミのターンが続きまくる、アローでぶっ込んでいく、さらに上から来たリバースエッジ、なるほど。そのオーディアンネジャーもケアしながらフーリガンで攻めるっていうのは面白いですね。さっきはそこを立ち役パンチで潰されたりもあったんです、それでもミザー打っていった、それがまあ功を奏しましたね。さあ出しから投げに対しての下段タク、あ、1、うわー、スイッチが入れ替わっている、うわ、中段攻撃出なかったのか、これはジャストパリーからターンを入れ替えた、強敬君いいからゲージも溜まっていたんで、使ってもまあ良さそうですね。そうですね、ラブしか出なかったかもしれないですね。さあわずかな体力リーダーでもラッシュ中段、あら、ミザーには3ゲージあります。ネモにも間もなく3ゲージ、苦しくないやる、狙い、いいアドリブですね、止められない、カウンター、オーディトルバランからそのまま使っていく、ノーキャン、ノーキャンザペア、どこまで減るか、体力3000兆やったんで、まあ、残ると。でこのバーンアウトどうなのか、いやー下がっていた、これでネモがリード、あと1本で最瞬間ソル熊本デイ2へ、そんなシチュエーションです。起きでも面白かったですね今、ちょい下がり、ちょい下がってましたね、ジャックストリボー仕込みっていう。さあ追い詰められた魚群です、さあこのインターバルどう生かすか、ミザーのそのプレイというかその動きそのものはかなり良かったと思うんですけど、でもはなんかその厳しい局面、この垂直ジャンプとかしのいだりっていう、いやそうですね、確かにアムネジャーのね駆け引きに関してはミザーが勝利はしているんですけど、画面足からも出られたっていうのは非常に大きかったですよね。そしてしっかりこうミザーのフーリガンを常に警戒している和田内、いやー確かにちゃんとジャック攻撃をね打っているっていう、あれはやっぱ細かく、まあ、勝つ結構難しい展開が範囲が上に難しいところですが、警戒ちゃんとしておかないと、まあ、間に合わなかったりもするので、通らないというのもミサにとってはちょっと嫌なイメージとして残って次の一戦へと向かっていきます。さあリーダー自らデイ2決めるか、インターバルを終えてカウントリードは画面の右手、帝王ネモ、ミサはどう近づいていくのか、ラッシュ当たれば大きな一撃、おもむろなアロー、強気アローを結構通りますね、うわ、いや、かっこしてる、結果噛み合ったというのが動くか、いいストライク、切れ味抜群、ダメシーン、ここはアンネジア、ああいう力有利すぎた、
お互いドライブ位置かなり少ないがですね。うわー、狙っていた。これで画面足にぶん投げていく。この入れ替えがめちゃくちゃ大きい。相打ち、ドライブゲージの削りを狙う。これでバーンと中段。うわー、ダメージなっているから無敵技警戒したくない。いや、お返ししていく。バーンと情報のお手元。長いバーンをどうなるぞ。これラブしか罠を仕掛けていく。どうだ、バーンを落ちてからたマイナス4。そうか。うわー、これはまだ残るか。垂直置いているが厳しい状況。投げる、投げて爆発も考慮していたが、また有利。あろ、浮かんだ、上、ストライク、有利。打撃、中間、残る。ゲージが戻ってくる、バックステップ。うわー、見てる。タッチ強パンからの OD トルバラに対して帰ってきましたからね、ドライブゲージが。よく見ていました。さあ、水沢が命をつないだ。モケから渡されたバトンを守り遂げれるか。ただここはジャンパリー、距離見て、シャミ中からシンソリボーグ。さあ、シューティングモード。水沢ここをかいくぐらなければいけない。ちょっと手か、うわー、よく見てた。耐久バッチリ。さあ、水沢には3ゲージが見えている。垂直ジャンプがかなり多いのが水沢としてはノイズになっているか。タッチャックパンチ6ってこともいいですね。守りが非常に硬い。怖い。おお、引っ張ったバリ。いやー、ガンガン攻めてくる。よー、そして今日はこれを刻んでいくか。光の技の一つ、上、耐久バッチリ。ここを取ればマッチポイント点灯のでも垂直ジャンプがいいノイズになる。その緩急から攻めてきている。え、どうですか、距離は遠いぞー。これでマッチポイントはでも、いや、これは痛い。ゲージがなくなってしまった。さあ、宿敵ぐるぐる野郎まで目の前と言える。安いジャンプが出てくるか。お前、スタイク抱きつく。外側からファジアバレを刈り取るような動きになっている。上、悲しい。抜けていける。カウンター。そしてラブーシカ入れ替えかな。そして入れ替え、設置、ダメージ重視、処理防具から設置。さあ、どう出る。水沢厳しい状態、歩いてきた。空投げも匂う。前に来る。上、出ない。グッ、おお、ターゲット、ダメージにした。水沢には SA ゲージが1本しかない。ドライブゲージも2本、心もとないぞ。ジャンプかかせるか。ダメになっている。厳しい。ゲージもう一回止まりそうですよ。似ているから前に来る。攻めてくる。これはゲールたまるぞ。勝利まで目の前。リーダーでも受けたとく。中足逆落ちだ。何が来る、どうする。うわー、どうだろうこれ。タイム強欲なるラブーシカー。光の帝王、宿敵の元へとたどり着く一発。見事勝利を収めたのは最瞬間速報とリーダーでも。いや、見事。やっと、おめでとうございます。これで見事プレーオフの勝利をつかみました。